こんにちは、藤原産業のいつもの僕です。いつもの彼です。見てください。はい、だいぶ伸びましたね。そうですね、もうかれこれ3週間4週間ぐらい経ってますよね。そうですね、ゴールデンウィーク過ぎてから植えたので、はいはい、成長が早いですね、やっぱり夏場になると。はい、で、まあ、今回は誘引作業で、あとは、はい、園芸のネットを張って、行きたいと思います。なので今日も手伝ってください。お願いします。お願いします。今回使用する商品についてご紹介します。いつもの2人が着用している商品はこちらです。誘引作業、ネット張り作業で主に使用する商品はこちらです。各商品の詳細は概要欄をご確認ください。暑くなりましたね。暑くなりましたね。あのウェアをもらいました。やっと涼しく作業できそうですね。はい、そうですね。で、まあそれぞれの商品の、はい、特徴っていうんですかね、はい、ご紹介したいと思いますので、まず最初にお願いできますか。はい、わかりました。はい、まず今しているウェアなんですけれども、はい、SK11 ワンナップアシストシリーズになります。はい、いつもの僕くんが着ている方は、はい、冷感スキッパーポロ T シャツで、私の方が着ているのが冷感クール T シャツになります。はいはい、で特徴としましては、はい、ちょっと見えますかね、見づらいかもしれないんですけれど、後ろの部分がこの接触冷感タオルにも使われている素材を使っています。はい、ですので汗をかいた時にひんやり感じることができま す、はい、そういった素材を使っています。はい、サイズ、あと色の展開につきましては、はい、画面のどっかに表示させていただいてますので、そちらをご覧ください。じゃあ僕の方からもお願いします。はい、私が今着ているインナーなんですけど、はい、SK11 の、はい、ワンナップアシストシリーズの、はい、ソフトコンプレッションのシャツになります。はいはい、特徴としては、はい、通常はですね、こちらにタグがついてると思うんですよね。そうですね。ただし、こちらの商品についてはタグがついておりません。はい、ついてないですね。ついてないですね。ついてないですね。どこについてるんですか。で、どこについてるかというと、はい、こちらの首元の下に、後ろの部分、はい、ちょっと見づらいかもしれませんけど、こちらの方にケアラベルがついております。ケアラベル、はい、まあ、成分表とかですね、あの、まあ、洗濯の表示とかいうのをついてますので、そこは印字されてるんですね。印字されてます。はいはい、あとはここの背中の部分の首元ですね、こちらの方に太陽で見れてるかわからないですけど、はい、ワンナップアシストシリーズのロゴが入ってます。はい、かっこいいやつが。おしゃれですね。おしゃれです。あとは、色が、はい、まあ、3色展開されてるんですけど、すべ、はい、てこちらの、袖口は黒になります。ブラックですね。はい、これも私もそうですね。はい、色違い着てますけど全部黒です。で、首周りはクルーネックタイプになります。はい、なので、普段でも作業着でも両方賄えます。はい、さらにこちら一年中着やすい生地を使用しております。はいはい、まあ、ところで、まあ、着てもらってますけど、はい、どうですか。そうですね、程よい締め付けで非常にいいです。はい、で、まあ、この上の、シャツに関しましては、まあ、作業してまとめて感想を言い合いましょう。わかりました。はい、では作業に移りたいと思います。頑張りましょう。頑張りましょう。それでは、はい、芽かきをしながら、はい、誘引作業をしながら草が生えているので、それの除草作業を、はい、この3つをちょっと同時進行しながらやっていきます。はい、わかりました。はい、じゃあ中入ってやりましょうか。そうですね、道具も準備してあるんで早速取り掛かっていきましょう。はい、誘引作業していきます。あんまりこうきつく縛らずに、はい、緩く優しくですね、優しくですね、はい、してください。こんな感じで、終わりました。除草作業と、あと芽かきと、あと誘引作業ですね、していきました。で、次にこの柱を打ち込んで支柱を立てます。園芸のネットですね、を張っていく作業に移ります。Thank you.
んとかなりましたね、はい、途中雨降ってきてね、はい、作業中断してちょっと時間かかってしまいましたけど4時間かかりました、はい、ちょっと中見ていきましょうか、はいはい、いや綺麗になりました ね、 雑草がすごかったんで、はい、まあ、ここに時間がめっちゃかかりましたね、そうですね、はい、成長してるんで誘引作業という部分で、まあ、紐をこの付け直したりね、そうですね、付け直したりしました、はい、今回のメインはここですね、園芸用のネットセーフティースリーの、はい、あるんですけど、これを設置しました、まあ、強度増すためにこの杭ですね、杭を打ち込んで、支柱でちょっと固定してネットを張りました、はい、はい、でずっと奥まででここからまあ鶴がこう絡んでいくので、はい、絡みやすくなるようにちょっと操作してます、ここら辺も絡ませてます、あとは成長任せですね、そうですね、ここが山芋ですかねの部分も、支柱立てまして、はい、で、鶴を、絡ませてます、はい、でまあこのままあと成長していくかなというところで、はい、今日の作業が終わりました、完了しました、はい、じゃあちょっと戻りましょう、はい、はい、終わりましたけど、はい、最後にこのクールの冷感の、はい、シャツですね、はい、どうでした、そうですね、私の方はですねやっぱり涼しく感じましたね、そうですね、はい、同じで私もちょっとじわーっとこのソフトコンプレッションの、はい、シャツが汗でじわーっとなってきたんですけど、はい、まあ、その分この接触冷感ですね、はい、でちょっとひんやりと、はい、風もたまに吹いてたんで、はい、その分合わせて涼しく感じました、はいはい、なのでそれもあってちょっと仕事も楽しくなりましたね、はい、もうしばらくはこの格好でもできそうですね、はい、そうですね、はい、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録、高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの方の、登録もお願いします、お願いします、さよなら。